夏料理。いや、これ結構今日に関してはマジで本気でやります。ガチで。今までなんかおふざけしてきたけど、今日はガチでやります。今日本気で作ります。本気で。じゃあ、なんで鍋やねん。意味がわからん。あれ、本気で作ります。あれを冷蔵庫入れとけ。はい、ふざけんなよお前。冷蔵庫なんか入れるから今から作って食うっつうの。夏は蚊取り線香やら。いや、この人は猫なマティアス。マティアス、この人マティアス。マティアス多すぎないこれ。作るで。結構ガチで作るから見とけ。めちゃくちゃうまいもん作ってやるわ。ガチで本気出すで。いや、そのまま食べれません。なんでお前おままごとって。何がおままごとやねん。しゃ、やりたいと思います。まず、まずどうすればいい。まず教えて。はい、あとは任せます。はい、あとは任せます。アイス、冷蔵庫。いや、全部これね、全部入れるんで、冷蔵庫に入れたら固まるでしょ。とろけさせんといけんから、水にさせんといけないんで。溶けた方がいいんで。はい。天ぷらアイスっちゅうの。ちょっと待って、なんだっけ、何を言うんだっけ。ちょっと待って、マジで。なんだっけ。これか。これだっけ。この中に油をまず入れるんだっけ。できるわや。あ、そうなの。まあいけるでしょ。この中に油入れんの、まず。もっと深いやつ。深いやつどれだよ。これでいい。どれっすか。まずは油を頭から浴びる。どういうこと。こんなとこお菓子隠してやがった。ふざけんねあいつ。どれ。じゃあもうこれでいいか。わかんねえわ。これでいい。あ、いや、だからアイスの天ぷら作ります。で、油をどれぐらい入れるの。これ全部入れていい。
全部入れる油。それ違うだろう。ちょ親父に聞いてみよう。ちょっとどれ入れるようか分からん。親父、あの油って何に入れればいいの？さっき出しちゃったやつ。うん、いいらしいですね、はい、いや、ここスタジオなんで、ここ国違うんで、ここの中だけ、うん、やめてもらっていいですかね。いや、平八は作れないよ。あれよりできねえよ。じゃあ親父が何か言うんで、これの中でいいみたい。この中にこれ油って全部入れていいの？一本いけ？ OK。 いや俺基本的に材料だけはちゃんと揃えるけど、あとはみんな任すだけだから、あと知らんから。全部 OK。 これリスナー参加型だから、これだから、これ俺がもし作れんかったとしても俺のせいじゃないからね、うん、何も俺のせいじゃないから。これ待って、ちょってどういうこと？全部じゃ多いよ。いやいや、今全部って言ってたじゃん。どういうことやねん。で、これ、これでいいんでしょ？半分くらいやな。じゃ半分。もうこんだけしかないけど、鍋に半分って、まあ、全部じゃんこれ。これ一本丸々じゃねえかよこれ。どっちなんすか、どっちなの、何作るの？天ぷらす、アイスで天ぷら作ります。一本全部、あ、そうな、全部でいい。あ、マジっすか。これでいいですか。 OK。 でこれ沸騰させるんだっけ、まず沸騰させるんだっけ、沸騰させるんだっけ、これ。そうだよ、 OK。 天ぷら作るの、そう。これ、どういう、待って、待って、どれどこっすか、このトロビー、弱火、中火、弱火、ハイパワー、どれ、ハイパワー、ハイパワーでいいの、中火でいい、どれやねんマジで、どれも全部バラバラなんだけど、ハイパワーなの、どれなの、どれが誰が本当のこと言ってるかわかんねえやマジで。まあいいや。でこちらですね、こちらをこれどうすればいいんだっけ、これ天ぷらの粉は買ってきたんですけど、材料完璧なんだけど、お、それなんだよお前、来るなよ、ちゃんと冷蔵庫、冷蔵庫なんか入れないやもん、今全部入れるのに、ちょっとこうやって作るのに冷蔵庫を固めとかんとできんわね、なんだよお前、出しゃばり、これでちゃんとあるのはここに、こんなの初めて見たし、こんな機械、こんな機械じゃねえよ、これ天ぷら、ほら、まだ、はい、天ぷら
対面材がな。お前もできんかよマジで。きっとくせえよマジこれ頭が。寄ってくるなよわざとに。寄ってくるなよわざと。寄ってくるなよわざとに。痛いの。なんだよお前マジ。わざとに寄ってくるなよお前。寄ってきちゃいけんかい。どれに寄れよ、こっちに寄れよ普通に。だからこうやって寄ってこっちに寄れよ普通に。あら。だっつうマジで。おかしいな。割れてしまったわ。しまない。お前何しに来てやマジで。壊しに来てんじゃんキッチン。うん。しまないなった。何してるの、壊しに来てんじゃん。しまないなった。あ、ごめんね。はあ。あ、あ、はあ。何しに来たのマジで。中火でいいよ中火で。これ入れすぎだけど。いや、じゃあまあいいです。こっちコメントでちゃんと聞いてるから。コメントでちゃんと聞いてるって言ったって。まあいいけん。コメント嘘ついてることもあるけんな。よう考えた。あ、わかりました。マジで何しに来てよマジ。ちゃっちゃ入れに来ただけじゃん完全に。あそこに。天ぷらっていうのがあって、お母さんあそこを使っとったけん、あれどうだったかいなと思って来ただけだ。その天ぷらの、これだけ聞かせて、この天ぷら粉は、なんか入れるの、なんかに。そら、粉に入れて。粉に入れるってどういうことだよ、普通に。粉を粉に入れるの。いや、こういうのに入れて、もう、これから、後ろの。ちょっと何言ってるか分かんない。日本語しゃべって。後ろ。ほう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 。これに粉を入れて、唐揚げ粉でしょ。ちげえわよ。天ぷらだわよ。唐揚げ粉って書いてあるかな。まあ天ぷら粉。これに入れて、はい、なんか書いてあるかなここに。いやいやでもいいですいいです、分かりますから。こんなに入れて。ああだだだだだだだ大丈夫大丈夫。水をなす、全部読んでみるだわ、そこに。天ぷら粉を、泡でかき、ちょっとわかんない。ちょっとこれ持ってて。ちょっと一回持ってて、ちょっとこれだけ切らして。これだけちょっと切らして。それに少々の水を入れるって書いてある。ほらほら、まあ、一つで十分だわよ。本気出すんだよ。バカじゃないか。あ、そんなの入れ物が小さすぎるわよ、これだったら。それでたく、少々の水ですかね、皆さん。どけだわね。少々って言うと、これそれでも平和してる。たくもう小さいわね、もっと大きいのに入れ替えると、これぐらいにいいっすか。もっと大きいのに入れ替えるのに、はそんなのに今にしな。え、これでちょっと、え、これ水入れていいの、これで。これも水入れていいの、いいいいよ、はい。これ何倍ぐらい、何倍入れらんといけないですか。泡立て器。いや、そんなもんうちでございません。そんなもんないです。やり方知らねえよ。泡立て器そんなもんないけど。ないけど、そんなの。いや、うちの家にないけど。いや、ないけど、そんなの。いや、あ、あったけど。あったけど。
これ水少なくね、これ水をもうちょっと、どれぐらい、これぐらいですか、まだまだなの、これぐらい、いやまだまだって何、どういうことこれ、どんぐらい入れんだよ、どんぐらい入れんのよこれ、粉が多いだろう、いやそんな入れすぎじゃないの、全然まだ、はい、入れすぎ？あ、いいじゃんいいじゃん、あ、いいいいいい、水入れすぎやわ、いやもういいよ、あの別に水入れすぎでもまあできるでしょ、やばい、大丈夫だよ、ほら、うん、まあいっか、まだ大丈夫でしょ、火出るよとはどういうこと、衣にならん、衣になんない、え、じゃあどうすりゃいいや、じゃあどうすればいいの、粉を足す、いや粉ってこれしかないけども、小麦粉あるけど小麦粉でいいの、あ、小麦粉追加、わあマジか、ここまで来るとちょっとあの想定外だわ、もう全然わかんないです僕、こっから先はどうなるかわかんねえよ、マジ想定外、これこれどれぐらい、どれぐらいですか、どれ、少しずつ、これぐらい、こんな感じ、混ぜてみ、混ぜながら確認、 OK、 もっと、これぐらい、分かんねえよマジで、氷も入れんの、これちょっとストップって言ってよマジ、いやトロトロになるぐらい、ホットケーキみたいになってきたけどこれ大丈夫かこれ、本来のやつと全然違うけど、ポールに移せ、ポールとか関係ある、え、これでいい、これぐらいだけど、トロトロだ、トロトロっちゃトロトロだけど、どうすか、まだ、これか、ちゃんと混ぜてって、ちょ、親父ちょっと持っといて、これ片手じゃ本気出せん、片手でやるのはかといってこれ置くとこねえしな、これ何人前、いや、あの一人前だよ、これ、こんな、これぐらい、これぐらいでいい、
とろけてるこれ。ちょっと分かんないこれ。まだまだ。え、もう、え、まだ足すってこと？それとももうこれ混ぜるだけってこと？どっちこれ？いえいえ。はい？はい？いや、意味がわからん。近づいたら消えたし、音が。どれぐらい？匂い、いや、くせえわ。なんか獣臭がするこれ。獣臭するけど腐ってねえかこれ。どうどう、え、これまだ足さんといけんの？どうすかこれ。足りない？いや、もうこれも全部使う感じこれ。いや、これ以上だともうこれも全部使う感じだけど。もういいよ、いらんよ。あ、マジ？あ、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 でもとろみ出てきた。あ、出てきた、出てきた。あ、とろみ出てきた。あ、出てきた、出てきた。で、で、これをそのままもう入れればいいの？ひたすら混ぜる、OK。とろみいらん？え？もっと混ぜろ。ほら、こういう感じ？あ、いいじゃん、いいじゃん。いや、まだ水入れんのおかしいだろ、お前、それは。さすがに。これ。え、まだ片栗粉入れるの？どういうこと？片栗粉が見たい。いや、これだけど。え、ちょっと待って、まずみんなちょっともう一回最初から言うんだけど、みんな何作るかまず知ってます？え、そもそもあの何作るか知ってる？いや、知らんとか言ってるやつがいるけど。いや、ホットケーキとか言ってるけど、いやいや、あの違いますよみんな。俺作るのこれだけどね。このアイスの天ぷらだけどね。なんでホットケーキって、え、なんでたこ焼きって、え、待って、これあのさ、みんなさ、これ作るの知らずになんか指示してた。あのアイスだから一応で、鍋とか、え、だからアイスを作り、アイスのこのアイスを、アイスをこの中に入れるんか。で、混ぜ混ぜして、ここに落とすんか。そういうこと？って、そういうこと？え、そういうこと？だからここでアイスを、ここで丸くして、で、アイスをここに落として、で、ここに入れるってことでしょ？混ぜ混ぜしたらダメな気が。そう。あ、じゃあやってみましょうか、一回。じゃあちょっとやってみますね。じゃあちょっと実験してみます。もう料理なのに実験になってるけど。だから、すくう、アイス、スプーンですくう、トントンってやる、ジャーってやる、食べる。OK。じゃあいただきます。え？これはじゃあ何？なんかカステラも必要って書いてあったけど、あ、これも切ってここに入れる、カステラも入れるで、じゃあ、あ、そういうことか。あ、分かった、ごめん。 OK OK、 じゃあ入れます。
アイス。カステラ雰囲気な。あ、なるほどね。オッケーオッケー。うん、これ、うん、だいぶやり方分かった。じゃあ今日は成功だわ、これ。完全に。今日は成功するわ。なんか料理毎回毎回失敗してるけど、今日はね、あの成功する気しかない。なんて。で、残念ながら今日はね、成功します。はい。普段は失敗してますけど。で、これ、この串に刺したがいいんだよね、これ。まず、アイスを丸めます。丸める。で、ここに落とすと。落とす。違う。うわ、うまっ。くそうまっ。え、待って。今日本当に教えて、これを、ここにつけるの。誰か教えて、これ、マジで。合ってる？つけます。入れる。これ、おぉ。これ大丈夫？これ。これ大丈夫？これスプーンごと溶けるんじゃね？これ。マジで。え、大丈夫？これマジで。もうそれじゃやばくない？やばくない？え、これいいの？はよ。うわ、絶対違えだろ、これ。音がおかしいけど、これ。熱。これどうやってやるんだよ、これマジ。合ってる、これ。熱。いや、これおかしくない？これ。これ合ってんの？これ。ちょっと親父、わからん、助けて。ちょっと親父ちょっと来て。ちょっとわからん、マジで。どうすればいいや、これ。できた。ほら。じゃあ食べさせてもらいます。あ、うまい。
うまい、うまい、あ、うまい、これ食う、うまい。だからこれをこれをこう立ちて、4つぐらい作るか。 OK。 すぐに焼けて、はいはいはい、あーやばいやばい、なくなった。もう一回、でかいの作る、これ作る。OK、 できました。OK、 よっしゃ、できた。天ぷらアイスの完成。いや、天ぷらになってなくない？これ。何も天ぷらになってねえけど。あれ？やべ、火つけの忘れてた。お前それ生だったら本当やばいぞ、死ぬって。え、意味が分かんない。え、ちょっと待って、全然固まらんけど。だってさ、普通にこれ入れてもう取れって言うから取ったけど、何がしたいんだよお前。いや、天ぷらアイスが作りたいです。天ぷらアイスが作りたいです。つけたらやけどしたし、天ぷらアイスが作りたいですよ。それ油飲んでるのと同じで胃が危ない。おかしい。いや、どうすりゃいいやこれ。じゃあどうやって作るや。衣って何？え、もう分からんけど。カステラアイス、あ、そうっすね、カステラをアイスに添えて食べます。あ、じゃあちょっとあれだわ、あれ、カステラ切って、でそこにあげてサンドイッチにカステラ。うわ、マジやけどした。うわ、マジやけどした。これいって、うわ、いってちょっと俺無理だわ。俺に日の本は無理だわ。誰だよ、アイスの天ぷらを作ってとか言ってきたやつ。マジで無理だわ。うわ、つっ、なんで。あっつっ、やけどで爪の間が切れたし。いやー、これどうやってやるんすか、マジで。
無理だ。しかもまだなんか動いてるし。どうやってやんのこれ。ちょっと親父にちょっとやり方だけ教えてもらって、あの体勢立て直すか。ちょっと親父、あそこからどうやってやんの。あ、火が消しました。あそこからどうやってやんの。もうお前ダメだわ。もう何ぼでもお前入れすぎて。何だけど、もうできんわね。だけどどこがいけんかって。だってコロトロしたって小麦粉じゃねえ。入れすぎだわよ。だからあれから小麦粉入れたじゃん。足らない。全然小麦粉何袋いらんの。必要だよ。もういいわ。もう全然。いやあんなの無理だ。その小麦粉はい、まあそういうことで、今回の夏料理を、本気で作る、結果は作れませんでした。以上、終わり。